日本初、ジムで運動すると保険料が安くなります。住友生命とソフトバンク、そして南アフリカのディスカバリー社は、健康につながる努力をした分だけ保険料が割引される保険を発表しました。ウェアラブル端末を使って運動量を測り、スポーツジムに行った回数などと合わせて保険料が決まり、最大3割安くなります。この保険のもう一つの特徴が、ここにあるような提携している企業の割引を受けられるということです。よろしければお伺いしますか。ありがとうございます。また運動量などに応じて、スターバックスやローソンなどで割引を受けることもできます。企業の割引とセットになった保険は日本初です。